どうも、マサックです。本日は主に平日で外出して仕事する際に持っていくカバンの中身、リュックの中身っていうのをご紹介しようかなと思います。まずリュック、バックパックなんですけれども、こちらクラウドファンディングのキャンプファイヤーでですね、まあ多くのね、資金調達をして成功しました、2B というブランドのリュックになります。まあシンプルなね、デザインで、特徴としましては、スタイリッシュなデザインと、あとこの 2B って書いてあるところですね、このロゴがかっこいいなというところと、TSA ロックがここについていて、防犯機能も強いと。そしてショルダー部分にファスナーがついていて、まあ、ここにですねちょっとしたカードとか入れられたりして、僕なんかはこれゴールドカードのジムなんかも入れてるんですけれども、カードも入れられたりですとか、キャリーケースとかスーツケースの取っ手に引っ掛けられるカバー、ベルト、さらにここに隠しポケットですね、隠しポケットがあったりとか、一番下ですね、ここが実はレインコートが入っていて、急な雨の時とかね、ポンチョとかレインコートとかに変身するっていう感じですね。雨を避けられるような感じになっています。で、片側に行くとですね、こちらまあ飲み物とかね、ちょっとしたものを入れられるドリンクホルダーになってまして、ここが USB をね差し込むことによって、中の中に入っているモバイルバッテリーと連動してですね、まあ、外側に繋いで充電することができて、まあ、充電しながらですね、まあ、スマホとかをいじることができると、そういったリュックになっております。これ公式サイトにもあるんですが、まあ、全く同じデザインでね、これよりも少し安いね、お値段のリュック、バックパックのブランドもありますので、そちらも合わせてね、ちょっとですね、リンク貼っておこうかなと思います。で、2B に関してはですね、まあ、動画に起こしているので、詳しくはですね、2B に関しての詳しい動画はぜひそちらの動画を見てください。で、まずここの取っ手のね、そばにあるこのちっちゃいポケットなんですが、ここの中に主にケーブルを入れておりますね。こちらが、シンクワイヤーというブランドの、まあ、断線しにくいですね、USB ケーブルになりますね、充電ケーブルになります。こちらがあの iPhone に主に使っていまして、まあ、切断しづらい構造になっておりまして、こちらも動画に起こしてますので、ぜひそちらをご覧ください。で、こちらは USB-C ケーブルですね、まあ、こちらもですね、まあ、いろいろモバイルバッテリーとかもそうですし、あとはワイヤレスイヤホンとかの充電とかにもよく使うので、こちらも入れております。で、コンセントになりますね、こう差し込んで、使うコンセントになりますね。で、こちらがですね、ワイヤレスイヤホンですね。M4 というですね、まあ、格安ワイヤレスイヤホンになりますね。楽天のまあイヤホンランキングとかで2018年だか19年に1位になっていて、かなりベストセラーのワイヤレスイヤホン、人気のイヤホンになってますね。で、特徴としてはまあカナル型のイヤホンなんで、まあ、環境音とかこう遮断して音楽に集中することができるっていうところと、あとこの操作するね、場所ですね。この操作するコントローラー部分っていうんですかね。ここがですね、まあ格安のワイヤレスイヤホンで結構その厚くて大きいものが多くて、よく光るものとかも多いんですけれども、こちらはね、格安の割にはすごいシンプルなスタイリッシュな構造になってて、なんかこうカチカチ光ったりするのも最小限に抑えられているので、非常に使い勝手はいいかなと思います。で、音質もまあ十分でね、クリアに聞こえますし、なんかこう、充電の持ちもですね、これ2年ぐらいは使ってるんだけれども、ずっといいですね。で、一向に壊れないので、本当は iPod2 の Pro とかね、なんか欲しいななんて思ってるんですけれども、まあ、全然、これでもまだ十分だなというところで、未だにこれを使っています。続いて、まあ、一番使う大口の中なんですけど、まずまあこの 2B のバッグがこれ180度開くんですよね。なのでガバッてこう開けるんで、開いていきましょうか。まずこっちのですね、小さい方ですね、これがまあポーチになってますね。この入れ物はね、もうなんか100均とかで買ったのかな、なんか高校だか大学ぐらいからずっと使っているもので、見た目めちゃくちゃダサいんだよね。ここの中には基本的にまあ日用品っていうのを入れてますね。まあ結構大きな移動とかを伴う時とかね、飛行機乗ったりとか、車での長距離移動とか、そういう時とかに用に、これアイマスクとか、あと油取り紙とか、あとはこの耳栓ですね。耳栓。まあ僕なんてもう神経質なんでね、耳栓は必須ですね。ヒルドイドっていう、まあ僕はアトピー持ちなんでね、で、なおかつ乾燥肌なんで、まあそのヒルドイドのジェネリック薬品ですね。ヘパリン類似物質油性が入っているクリームになりますね。まあそれと、コンタクトですね。万が一の時のコンタクト。それに、まあ、ギャツビーのスーパーハードジェルでですね、コンビニ限定のちっちゃいサイズですね、トラベルバージョンですね。まあ、僕、基本的にジェルで、すべて物を済ませています。で、最近、アリミノのね、アリミノのスパイスシスターズっていうね、ワックス、ハードワックス買いました。あれはまあ、高校生の時よく使ってて、青リンゴの匂いがすごいね、
いや、あのね、いい香りするんすよね。ちょっと思わずね、なんか薬局で買ってね、すごくいい匂いだったからね、なんか青春時代を思い出してね、ついつい買っちゃいました。今はそのアリミノのワックス使っています。 あとはこれですね、歯ブラシですね。こちらも旅行先に使ったりとか移動先とかでね、歯磨く用に、歯ブラシを持っています。こちらがですね、ハードディスクですね、HDD ですね。外付けのハードディスクになってます。これ IO データですね。Amazon ベーシックの Amazon のブランドのハードディスクになっております。動画を撮影する仕事とかも多かったりですね。まあ、こっちにね、データを逃がしているものとかもあるので、こちらでなんか編集する際とかはこっちを使っています。これはリュックの中に入れているんで、ずっと入れっぱなしなんですけれども、こちらがアンカーのモバイルバッテリーになりますね。こちらのモバイルバッテリーも動画にしておりますので、ぜひ見てください。で、このアンカーのモバイルバッテリー、これ何が特徴かっていうと、USB-A の急速ケーブルがですね、差し込み口2つがあって、4回ですね、iPhone X ぐらいの、あれぐらいのスペックとか、まあ iPhone 12 Pro もそうなんですけども、そういったものであれば4回マックスで充電することができるので、非常に持ちがいいんですよね。なおかつポケットサイズなんで、まあ、リュックとかじゃなくてもそのまま持ち運ぶこともできるし、本当に大容量でコンパクトな割に、すごくですね、いろんなところで使えるものなので、ぜひこれはおすすめですね。ぜひ、モバイルバッテリー探してる人はその動画を見るなりして買っていっても損はないと思います。ちなみにこれはですね、まあ、ずっと 2B のリュックの中に入れております。で、リュックの中にですね、この USB の差し込み口、つなげるところはね、リュックの中で1個つないで、でもう1つは外側のですね、外付けのところに、こういうケーブルつないで、スマホを充電しながら操作することができるってことですね。あとリュックの中にはこういった、まあ、財布も入れております。財布はもうね、バーバリーの財布でずっと使ってますね。高校2年ぐらいから使ってるから、もう13年ぐらい使ってます。なんか風水的にね、なんか財布は買い替えた方がいいなんて言いますけども、ちょっとあまりにも持ちがいいんで大切にしてるんで、ずっと長く使ってますね。小銭とかだけ持ち歩きたい時とかはこのサリーズのミニマルウォレットを使っておりますね。こちらもコンパクトで非常に使いやすいです。こちらも動画にしてるのでぜひ見てください。普段まあ外で仕事をする際はこの MacBook Pro 16インチのノートパソコンを使っていますね。本当に買ってまあ人生変わったと言っても過言ではないですね。基本的にこれでなんかバナー広告作ったり、 YouTube の編集もしたりですとか、会社さんとの打ち合わせしたりとか、もうとにかくこれも使っておりますね。本当に30数万円ぐらいしましたけれども、もう一瞬で元を取れたぐらいですね。バリバリ仕事の道具として使っているまあ相棒ですね。まあそれをですね、まあ例えばカフェとかなんかワーキングスペース、コワーキングスペースとかで使うために、まあ一応充電器も持っていくと。さらには充電もするっていうことでですね、まあこの USB 直接差し込めるですね、USB のケーブルと、あとはこちら USB-C ハブですね。これもアンカーのものでして、まあアンカーのエクスパンドコアっていうやつですね。こちらもすごい人気のものですね。こちらも動画に2つほど3つほどですね、動画に起こしてるのでぜひ見てください。最後持ってるとすれば、まあ、あとは筆箱ですね。なんかね、物を書いたりとかですね、まあ、紙書類をなんか書いたりする機会もあるので、まあ、封筒とかもらった時お送りする際のこのノリですとか、あとはボールペン、シャーペンとか鉛筆とか、あとカラーのボールペンとか、あとは印鑑ですね。まだ印鑑の文明がね、残ってるんで、印鑑も一応入れております。はい、ちょっとね、もうごちゃってしてますが、ざっくりこれがですね、まあ普段ですね、外出して仕事をする際の、まあ、カバンの中身、リュックの中身になります。撮影の仕事がある際は、まあ、これプラス、例えばソニーの α7-3 の本体と、タムロンの2875のレンズと、今これ撮ってるね、マイクですとか、三脚とかもたまにこれを袋に、このリュックで詰めたりとかしますし、照明とかもちっちゃいね、ものも入れたりとかもします。あとは充電器とかもね、詰めたりしますね。はい。なので結構ね、パソコンとかも込み込みだとね、かなり重いっすね。うん、3キロ、4、下手すりゃ4キロぐらいになっちゃうのかな。撮影だけの時とかはね、パソコンもね、置いていくなんてこともあるので、もうちょっとね、軽かったりもするんですけれども、そういった感じで普段は仕事として使っております。まあ、今回紹介した中でもね、いろんなものをですね、結構動画に起こしております、このチャンネルで。例えばシンクワイヤの、充電ケーブルですとか、あとは M4 のね、ワイヤレスイヤホンですとか、まあ、あとアンカーの充電器、モバイルバッテリーとか、ミニマルウォレットですね。そういったものとか、もちろん、MacBook Pro 16インチとかのレビューとかもしているのでですね、まあ、この動画に、たまたまたどり着いた人はぜひですね、チャンネル登録とか高評価していただいて、他の動画を見ていただくと幸いでございます。今、くしゃみがね、そうだって、これでさようならにします。それではまたお会いしましょう。さようなら